ドップラーはワシントン州シアトルにある高さ160メートルのオフィスビルでアマゾンドットコムの本社がある。アマゾンがウェストレイクセンターとマグラースクーエアの近くの7番街の交差点に位置するデニートライアングル地区で開発している3つの当キャンパスの一つであり3800名の従業員がいる。タワーの名前のドップラーは音声コントロールスピーカーのアマゾンエコーの内部での コードネームを指す。Amazon Tower ー,アアーファス f u s 2.0ブロック14としても知られる。シアトルの建築設計企業の NBBJ によって設計された Amazon ン,ンパスは2012年後期に市の計画開発部からの承認を得て2013年6月にセレーンコンストラクションの監督のもとタワー1の建設に着工した。タワーは2015年2月に 上等式が行われ2015年12月4日にオープンした37階建てのビルは5階建ての会議室のほか円形劇場とステージ6階建ての地下駐車場があり1階にはスターバックススキレットストリートフードマリネマムーンアナールポッペリーサンドイッチショップチンクエテレリストランテ地元のシェフジョシュヘンダーソンの2のレストランなど店舗やレストランに リースされた小売りスペースもある。3ブロックキャンパス全体をカバーする。このプロジェクトはリードゴールド認定を受ける目的もある。ファサードには日の時間に応じて色を変化させて光を反射するためにダイクロガラスを使用している。この場所は過去に7番街のウェストレイクタワーとして知られている31階建ての複合用途高層ビル建設を提案された。 しかしながら4年間保留になった後計画は2012年にキャンセルされた。ありがとうございます。